今泉 P プレゼンツファンキラにまつわるセストラ文化放送超 A&G プラスにて深夜24時57分スタート。月曜日から金曜日までなんと毎日お届けしてます。先週から始まりました新番組今泉 P プレゼンツファンキラにまつわるゼッツセットラはプロデューサーの今泉さんがリスナーさんからの質問に答えたり、こうやってゲストをお招きしてファンキラのユーザーからの目線で迫る番組でございます。おぴょんしょー。いや最後ですよ。早い。あっという間ですね。早い。最終日なんですけど、はい、最終日のゲスト100回リューランです、はい、お願いします。やっぱりね、これでラジオも、はい、僕はすごくこれ半年続けれるのか心配になってる出だしなんですけれども。あ、そうなんですか。あの司会ね、ジェナちゃんもこれが今後司会やっていかないから、はい、そう、司会の秘訣みたいなのをね、ちょっとジェナとリューランさんに聞いていきたいなと。前番組が130回ね、まあ、続いてたじゃないですか、まあ、結構あの、はい、見せてもらったんですけど、聞かせてもらったんですけども、ジェナちゃんが優しすぎる。本当ですか。優しすぎる。逆にね、もっとあの僕見てて思ったんですけど、今泉さんがちらっとボケた時にあははは、スッていくの、もうおいこら今泉バーンぐらいの感情を見てみたいなっていうのが。なるほど。俺が優しすぎて、あっと、そこ突っ込めお前っていうのをちゃんと言ってあげてるっていう、この優しさね。確かにそれ何だか言われてますね。まあ、もうこの方、はい、ボケた時にリョーランさんもすごいな、やっぱね。俺ボケた時に、はい、要はボケるっていうのは、俺ボケますよっていう顔でボケたらボケになる、うんうん、それボケとボケが重なってボケになんない。はい、ものづくりも一緒なんですよ。おプロデュース論。結局、あのすごいドラマで緩い番組にすると、はい、例えば宇宙船のスペースオペラするって言って、すげえ内装が本格的な SF なのに中でこたつとかでやってるのは面白い、うんうん、でこれが内装がそのこたつで外の作りも安っぽくて中身も緩かったら、もうただのゆるゆるになっちゃう。もう下痢企画。ゆるゆるの。ゆるゆるの下痢。それ放送して大丈夫なんですか？多分大丈夫大丈夫。あ、大丈夫なんですね。それをやっぱこうちゃんと締めるとか締める。で俺はもう真顔でボケるから、はい、大抵の人みんな信じちゃう。ああ、プロデューサー力ありますかね。でそれをやっぱちゃんと突っ込むっていうのが。なるほど。うまいからね。下痢にならないようにね、気をつけて。はい。おー、それをされた。じゃあ最後ね、ゲスト来ていただいた100回ローランさんに向けてね、はい、今後ファンキルを盛り上げていくジェナさん、はい、ね、ローランさんから学んだ絶気づき、わ、はい、かりました。私が学んだ絶気づき、突っ込むときは突っ込む、ボケるときはボケる、ローランさんイズムを引き継いで髪の毛を一部ということで、ローランさん今後ともファンキルよろしくお願いします。ありがとうございました。